本日は宇都宮にあります鬼怒川緑地運動公園にてデイキャン始まります。主人が今一生懸命フェザースティックを作っております。やっと火ついたね。やっと火つきました。おめでとうございます。こちらはね、カインズか、カインズのまな板シート。気持ち。どんな気持ち？まな板シートこう使えるからいいよ、ほら。ダイソーとあの何やるで、何100均のセリアあの辺にも多分売ってんじゃないかな。でもすぐ破れたりしてえ100均やったらすぐ破れたりして。そんなことないし。昭和のルールは大丈夫だ。3秒ルールか。3秒じゃあ、でも昭和のルールは30秒じゃん。30秒なの。人参どういう、あと1本、人参は1本半、
ただいていいですか。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。おいしい。おいしい。なんかお前中指立ってる。お味はたまらん。熱い。熱いけど、ね、酒で終わりたい。あかんあかんあかん。今日はお酒はあかん。なんで今日ノンアルなんやな。ノンアルや。それはデイだから。ブイヨン、ブイヨン2個くらい。ブイヨン2個。そしてまた少々お待ちください。ここで胡椒。そう。黒胡椒を入れて塩入れました。クミン、クミン、キモコチ、キモコチ、クミン入れました。そしてキモコチ、キモコチ、キモコチ、筋肉もトロトロ。はい、今回は金龍やっと見つけました。大阪さん、はい、今日もジビエイノシシの肉。そしてこの金龍のタレ、やっぱり合うわ。おいしい。おいしい。そしてノンアルコール。やっぱり金のタレ合うやろ、うん、ジビエ、うん、正解です。はい、できました。めっちゃうまいね。
筋肉もトロトロ。うわ筋肉トロトロ。美味しい。懐かしい味。いやこれ最後に作ったのって30年ぐらい前か。やっぱりキャンプの時はもういつもこれ作ってなかんな。うまく炊きすぎておこげがなかなかできへんな。あできてるな、多少、うん、多少できてるな、うん、じゃあいただきます。タコの炊き込みご飯です。どう？うまっ。汚れてる。もう汚れてる。